エーペックスは大丈夫かな。今日飛行機乗ったっけ。エーペックスたち、選手たち。まあ、今のところで、今回のゼーダーが一番コンディションいい感じで強いって言ったから、今回は結構いいかも、いい感じかも、ワンチャンね。まあ、ラスは大丈夫だと思うし、ゼーダーも今回プロやってる時の中で一番強いって言ってるから、コーチたちが。ゼーダーも大丈夫だと思うし、メイには、あら。まあでもさ、一応メイニューを連れてきたのが、ラストゼダだから、3人で頑張るしかない。負けたら3人のせいです。まあ、バルは終わったし、エーペス楽しみ。エーペス大会するとき、解説してもいいのかな？一緒に配信つけてみても大丈夫かな？わかんないけど。後で聞いてみる。でも、やるん、まあ、配信つけて大会見るとしたら、Twitch で、韓国語でやるんじゃないかな？知らんけど。ミラー配信ね。多分 CPT とか、一緒に、社員たちも連れてこい、連れてやろうかな。じゃあ普通に日本語でできるしね。そこ、それいいね。うん、それにしよう。俺、7月ぐらいに帰るよ。7月5日に帰るよ。7月中で帰る。大会終わってから帰るんじゃないかな。まあ正直帰っても8月にまた来るからな。これって多分韓国帰ったり日本来たりずっとそれができるビザだからね。3ヶ月は多分まあ大丈夫。